日本愛知県岡崎市本町地区伊賀町伊賀町は愛知県岡崎市の町名。12の小技が設置されている。岡崎市のやや北西に位置する。主に住宅地を形成している。町内に伊賀町2丁目伊賀町7丁目があるが、これらは厳密には丁目ではなく小技であり、正確には伊賀町あざ2丁目伊賀町あざ7丁目と表記される。 かつては町内を名鉄岡崎市内線が通り、伊賀町駅、八幡社駅が設置されていた。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内にあった三河花火の工場ぬかた郡伊賀村の一部を前身とする。伊賀の名は古く、 八世紀中頃に、ぬかだや里の一つとしてくらいが今日が成立したのが、始まりとされる。文明2年に、松平氏四代、松平地方だが、松平氏の氏神として、伊賀八幡宮を創建した。天文11年、忍者、服部半蔵として知られる、服部正重が当地で出生した。江戸時代は、岡崎半領であった。松平地方だが、当地に、 八幡宮を感定したことを機に、暗いがを伊賀に解消したとされる。写真には伊賀国より感定したとあり、それにちなむとみられるが、地名辞典では元からあった地名による不快であろうとしている。ありがとうございます。